外枠の2人は地元勢、本番レースも回り込みを見せますが、どうやらスタート展示同様、誰も譲る構えを見せません。前提枠なり進入ということになるでしょうか。潮位がかなり高くなっている競争水面、不安定な水面の中、いよいよ明日ファイナル進出をかけての戦いが始まります。まずは第9レース1つ目の準優勝戦です。1号艇吉村誠、2号艇鶴田勲、3号艇三宅潤、4号艇原田秀也、5号艇植田隆明、6号艇金森文義、以上6選手の対戦です。3コースまでが臨戦態勢整いました。1号艇吉村誠の陰線、今日の1走目5コースからスタート一撃豪快まくり、初日から続く依然としてパワフルな船足を誇ります。2コースには2号艇鶴田勲、この鶴田は初日に2コースから絶妙な差しを決めています。その再現なるか。そして3コースは3号艇三宅潤、この丸亀は好相性の水面であります。ここまでがスロー、本番レースは4コース角となった4号艇原田秀也です。船足満足ならばそのスピードテクニック存分に発揮か。外の2人は地元勢、この丸亀の戦い方調整熟知している5号艇植田隆明、5コース大外のコースには6号艇金森文義です。船足手応え十分であります。3対3のスタイル、第9レース1つ目の準優勝戦、1番2番3番ダッシュ、4番5番6番スタートしました。ダッシュ勢が好スタート、0台前半、4号艇原田が思い切ったスタート、一気に絞り込んでくるスロー勢を飲み込む5号艇植田がこれを見据えて2段でいくか。再打ちつくのは6号艇金森、バックストレッチも先頭角まくりぶっちぎり、4号艇原田秀也、2番手は地元勢の争い、6号艇5号艇が並走、内側6号艇金森、外に5号艇植田隆明、後方3号艇1号艇2号艇、第9レース準優勝戦スタート正常です。完全に先頭は4号艇原田、2番手争い内内通る6号艇金森を握りここはかわしていった5号艇植田隆明が単独2番手に挺身リード、3番手は6号艇金森が粘る、上位体系4番5番6番です。4番手は少し水が空いて3号艇1号艇2号艇と続いています。2周の1番からバックストレッチ、先頭は4号艇原田秀也、2番手5号艇植田隆明に食らいつく6号艇金森ですが少々膨らんだか。2番手リードを広げた5号艇植田隆明、上位体系は4番5番6番となっています。3点審査まで来た4番手追い上げる3号艇三宅潤、後方は2号艇1号艇が続いています。2周2番折り返し、先頭は4号艇原田秀也、2番手5号艇植田隆明、3番手6号艇金森を捉える、3号艇三宅のサッシャンドル、一気に差が詰まった、その差は一定し、急接近は3号艇三宅ですが3番手は6号艇金森がキープ、4番5番6番とダッシュ勢が上位を形成、最終周回に入っています。そのダッシュ勢が全員0台のスタート、角4コースからコンマ02、トップスターターからのまくり一撃、先頭は4号艇原田秀也、2番手5号艇植田隆明、3番手6号艇金森にもう一度サッシャンドル、3号艇三宅潤が一定審査まで来た、しかし絞り込んでくる6号艇金森文義、上位体系は4番5番6番、へさきをねじ込むか、3号艇三宅潤ラストコーナーに入ります。先頭は4号艇原田秀也、2番手5号艇植田隆明、3番手は6号艇金森がどうやらしのいで3番手守った、上位体系4番5番6番でゴール、先頭4番原田ゴールイン、2着5番植田ゴールイン、3着6番金森ゴールイン、3番三宅ゴールイン、2番鶴田1番吉村ゴールインです。